こんにちは、ナオキです。今日もね、伝説の音楽バトルやっていこうと思います。で、前回はね、1話から3話までやったんだけども、3話の方がね、これが、多分結構前半でめんどくさいところで、順番、手順をやらないと仲間にならないっていう面なんで、時間はかかったんだけども、4から6はね、本当に簡単に進むんで、とりあえずやっていきましょう。で、これはね、今日は4から6までなんだけども、どちらでも選べるんだよね。ということで、まずこっちの方を選びましょうか。で、第4話と。で、先日お話ししたようにね、右上にあるカオスフレームっていうのがあるんだけども、ここでね、一気ってわけじゃないな、ほんのちょっと上がるイベントがあるんだけども、それは無視して、もうボスだけ倒します。で、他のね、昔の大河バトルっていうかね、作ってる方の実況とか見たんだけども、結構時間をかけてやってるので、実はそんなことやらなくてもね、簡単にいけるんだよね。で、これ夜になると狼男に変身しちゃうっていうボスが、だからもう昼のうちにね、倒してしまうというやり方です。やれ、大丈夫か。で、ちょっとこっちまで行こうか。はい。で、ここで敵が離れたのでボスの方行きましょう。 OK。 シリウス、もう来たのかい。困ったな、まだ準備ができていないんだって。直してきてくれないかな。で、これ夜になると一気に強くなるんで、弱いうちで戦います。で、これ、お願いだからさっていうことで、で、さらにハイにすると確かね、フレームがね、右上のカオスフレームが下がってしまうんで、もうここで倒しちゃうんだよね。敵を敵に塩を送るってことかもしれないんだろう。だから困っちゃうんだよなっていうことなんだけども、倒しちゃう。で、ここはね、かなり弱い敵なので、あ、やべ！バカやっちゃったよ。隊列変更するの忘れちゃった。で、これは、どうしよう。マジシャン。マジシャンで一回もう敵を殲滅してしまおう。はい、そしたらタワー、これは地震だね。とりあえずザコがね、ザコの攻撃回数が減ってくれればいいんだよね。ここでどうしよう、チャリオット使おうか。はい、うまそう。で、こっちの攻撃になるかな、ちょっと見てみよう、ちょっと様子見てみようね。 OKOKOK。 で、ここで倒してくれればいいんだけど、多分、あ、倒した、これでクリア。ほら、すごい楽でしょ、このね。だから、実質3分で倒してるよね。はい。はい、OK。あ、そうだ。それで、解放してない町は、面クリアした後で全然問題ないんだよね。はい。ということで、ゲッツと。ちょっとカードがね、足りないからね。ここでもうクリアしたんで、で、今クリアしたのここなので、こことこのデネブってやつをクリアして今日終わりにするね。で、ちょっと私街とかね、取るの忘れたから、解放してないところちょっと解放してからもう一回ちょっと編集かけるね。はい、そしたらね、第3話でちょっとポカしてしまったんでね、隊列を忘れずに直して、で、第4話ちょっと忘れずにセーブしてもらって、あ、もうちょっとこれ OK で、第5話に進もうと思います。で、第3話のね、ここで街開放してカードたくさん取ったので、ここはね、まだ開放してないんでね、さっきクリアした状態のままなので、
カードがなくなってからね、またあそこの町はさっきの狼のところはクリアしようと思います。ということでここ早速ねやっていこうね。でここもね、もうほぼほぼね直進してボスを倒すというのがここも早いです。なんで結構ね他の方がやってるよりは私のやり方はかなり早いんじゃないかなと思います。でわざとね、ボスここなんだけどもボスじゃないところに目標を立てるんだ。でなぜかっていうと、そこじゃねえよって思うかもしれないけど実は、敵って直ほぼ直進でこう向かってくるんで最短距離をね、狙おうとすると必ず敵とぶつかるのでわざと敵とぶつからない。ほらここで相手を取ったね海の武器とか言ってるけども武器とか言ってね、ここであれば微妙にぶつからないっていうね、ここの良さなんだね。そしたらここで方向を変えるとでもボスに行っちゃうんだね。カペラトグロムの森を抜けてくるかはなかなかやるな。しかし貴様たちはこれ以上進むことはできぬ。なぜならここで朽ち果てるからだ。偉大なラシュリー様から授かったわしの魔力であの世に怒ってくれるわということで、ボス戦です。ここはねもうえいよし、これでワールドで魔法効果をゼロに相手の攻撃を無効化させて、でここでラバーズで裏切りをさせてしまおう。とりあえず1ターンでね倒したいんだよね。よしこれでちょっと様子を見てみよう。カードを使うのデモも使ってきたけどもこれで防御できてるのでこっちの魔法だとはっそれにしてもな、まだいいんだよ。これはあれだな、やっぱ倒せないなということで攻撃回数を1回増やしましょう。テンペラちょっと体力あるやつがさ体力あるやつがさなんていうか、あ、これで倒したな。ラバーズにこんなにかかってるやつ自分で自分を切腹みたいな。よしこれでいけるかな。ああ、多分ミスになるのかなと思ったんだ。あと17どれくらい当てられるかな。 OK はいね、クリア早かったでしょう。だからこれもやっぱり3分くらいでクリアできたよね。はい、クリアしました。で特にねこの第3話みたいに順序が必要ってわけじゃないのでここの面も本当に一気にボスを倒しに行くだけ。はーい、お金が入った。 OK でユニットもね1ユニット主人公しか動かしてないからお金もそんなかかってないんだよね。はい、そしたらもう一回ちょっと一回セーブしようか。こっちの方も一応セーブしておきましょう。もうダメね。でそしたら次に、ここだね、出ねえかな。ここもね、もう一気に進むだけ。特に問題はない。ただ最後にこのボスを生かすか殺すかっていう選択肢があるんだよね。で生かすっていう風になるとカオスフレームがちょっと下がってしまうんだけども、私は生かしておこうかなと思う。自作のタクティクスオーガニック結構あ、やべもう話してる場合じゃないやばいやばい今のでねちょっと敵に時間を与えてしまったので、ポーズかけてると思ったのでちょっと
買い物する商品。でこれもさっき言った通りわざと作業をずらす。で座標をずらしていい塩梅かなと思ったところで押すところだね。ちょうどワールドもあるんでこの押すは合計チクチクでも出てもらえないからさ、こちらにこちらにいらっしゃいお姉さん頑張ったで洗濯戦闘が始まって、でもねとりあえずするとロボカーテは使うと思います。でマジックシールドさえ貼ってしまえば攻撃、あでも普通に攻撃してたよ、いやでもじゃなかったよ。ここでラバーズで混乱させよう。なんて混乱するかな。2体か。きついね。そしたら何すか。これはそしたら。あ、間違った。スターじゃないよ。まあいいか。ミス。これは、チューン。あれ、どっちがどっちだっけ？テンパンス。ジャッジメント、まずジャッジメント使う。多分これジャッジメントが効くんだよね。うわ、聞いてね。三上攻撃かな、そうすると。うわ、主人公痛い。あ、隠れした。で、別に完全に倒しきらなくてもいいよね。なんでミスするんだよ、こいつはもう。よし、これでいい、これでいい、これでいいんだよ。下手に倒しちゃうと、あの敵が回復しちゃうからね、あの体力の問題。これでいいかな。で、アジリティを最初の先制攻撃取るたびに、あ、違う、使っちゃったんだ。これもうちょっとテンパラスのどっちがどっちだっけ。テンパランス、いやとりあえず使わないでやってみようか。あー OK、 あと一撃こっちが早く、よし。あれほら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  OK、 はい、そんな感じでね、倒しました。これもね結構早めに倒せました。4分くらいかな、はい、ごめんなさい、お願い許して、私が悪かったわ、反省してるから許してね。ここで家にして殺してしまうこともできるし、許すこともできるので許してみます。そうすると右上のカオスフレームが下がっちゃうんだけど、まあこれはいいでしょう、はい、ありがとうあなたからしてみてね。というわけで、今日の4話から6話ね、本当に早くクリアできるんだよね。あとはちょっとカードが足りなくなったんで、次回までにまたカードを、街を開放して、集めるという形になります。だから実際はね、出陣させてる、ユニットも主人公だけっていうね、まあ、ちょっとこれが私のね、クリア方法なんだよね。はい。で、セーブしたので、今日はね、これで終わりにしようと思います。なので、最初話したように、3面、第3話が比較的その手順とかが必要で仲間にするには。で、あとは、
もう4話から6話はもう本当にただ敵を倒すだけだから、無理にあの歩行ユニットを使う必要がない。もう主人公一人の飛行ユニットで、バーッとボスまで直線で、直線ってわけでもないけど向かって倒すだけということになります。それでは本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさい。